日本航空350便墜落事故は1982年2月9日に日本航空のダグラス DC-8 から61型機が羽田空港機に墜落した航空事故である。350便は福岡空港発東京国際空港業の定期便で乗員乗客174人中24人が死亡し149人が負傷した。 日光羽田沖墜落事故、日光逆噴射事故などと呼ばれている。同系機のダグラス DC-8 から61350便に使用されたダグラス DC-8 から61は1967年5月25日に製造された。同年にイースタン航空へ n 8 7 7 5として納入され、1973年に 日本航空が購入していた。総飛行時間は36,955時間で、直近の A 点検は1982年1月31日に行われていた。また、事故機は1973年8月から1976年1月まで訓練機として使用されていた。搭載されていたエンジンは、プラットホイット 2JT3D-3B であった。 事故当初は、経年期であったことや、訓練機で離着陸回数が多いことから、機体の老朽化が原因ではないかと推定された。機長は35歳の男性で、1969年10月1日に日本航空に入社した。総飛行時間は5698時間で、そのうち484時間が DC-8 の 機長として3869時間が副操縦士としての飛行である。DC-8 の機長の操縦資格は1979年12月18日に取得した。機長は事故により腰椎骨折及び軽度の打撲などの怪我を負った。副操縦士は33歳の男性で1972年8月11日に日本航空に入社した。 総飛行時間は3391時間で、そのうち186時間が DC-8 の副操縦士としての飛行である。DC-8 の副操縦士の操縦資格は1981年8月26日に取得した。副操縦士は事故により、腰椎及び左肋骨骨折などの怪我を負った。 航空機関士は四十八歳の男性で、1957年4月1 9 5七年四月一日に日本航空に入社した。総飛行時間は六千五百六十時間で、そのうち三千五百六十四時間が d c マイナス八の航空機関士としての飛行である。d c マイナス八の航空機関士の飛行資格は1 9 6九年一月十日に取得し、一1八十一年四月には、 車内路線共感になっていた。航空機関士は事故により鎖骨及び上腕骨骨折などの怪我を負った。また、3人のコックピットクルーは事故前日に羽田発福岡行きの JAL377 便に乗務しており、使用機材は事故機の JA8061 だった。7時34分、350便は福岡空港の滑走路16から離陸した。 7時51分、巡航高度の2万9000フィートまで上昇し、水平飛行に移った。8時19分、管制官が1万6000フィートまでの降下を指示し、パイロットは降下を開始した。350便は、羽田空港の滑走路 33R への ILS 侵入を許可され、8時39分に着陸装置が下ろされた。2分後、 フラップが50度まで展開された。8時43分25秒、副操縦士が500フィートのコールを行ったが、機長は応答しなかった。8時43分59秒、副操縦士は200フィートのコール直後に決心コードを意味するミニマムをコールした。通常、機長はこれに対して、ランディング、またはゴーアラウンドとコールアウトしなければならないのだが、 機長はチェックとしかコールしなかった。墜落した機体8時44分1秒350便が高度164フィートを130ノットの速度で飛行していた時、機長は自動操縦を解除した。その後、操縦管を前に押し、スロットルをアイドル位置まで引き戻した。航空機関士はエンジンの回転数が低下していることに気づき、パワーローと叫んだ。 機長は、さらに、第2エンジンと、第3エンジンのスロットルを逆噴射位置へ操作した。副操縦士は、機種が異常なほど下がっていることと、機長が操縦桿を押し込んでいることに気づいた。副操縦士は操縦桿を引いたが、機長は未だ操縦桿を押し込んでいたため、キャプテンやめてください。と発した。8時44分7秒。 350便は滑走路 33R から510メートル手前、空港南側の東京湾に墜落した。墜落時、機体はわずかに右へ傾いており、右主翼が海上にある侵入塔の一部を破損させ、胴体部が機種部分に乗り上げる状態で停止した。墜落後、副操縦士は機長に、キャプテン、なんてことをしてくれたんですか。と怒鳴った。 これを客室乗務員二人が止めたが、機長は泣き出した。また、航空機関士は意識を失っており、救助されたのは40分後のことだった。機体後部の客室乗務員は、コックピットとの連絡を試みたが、墜落の衝撃で断線しており、連絡不能の状態だった。そのため、乗客に救命胴衣をつけるよう指示をし、脱出時の注意を説明した。 ホテルニュージャパン火災の翌日であり、東京消防庁は対応に追われている中であったが、特別救助隊や水難救助隊、消防艇を出して救助活動に当たった。救助隊は9時頃に現場に到着した。以下は最終報告書に掲載されたコックピットボイスレコーダーの記録で、車体は警報音を表している。また、英語での発言については括弧内に原文が、 記載されている。墜落により、乗客24名が死亡した。また、乗員乗客95名が重傷を負い、54名が軽傷を負った。客室全部の乗客相当数は海中に投げ出された。死者はいずれも、客室の前から11番目までに座っていた乗客で、うち14名が頭部外傷により、5名が溺水により死亡した。また、事故により、 乗員乗客はおよそ19から 23G を受けたと推定された。機体は事故により大破した。胴体が機種に乗り上げた状態だったが、機体ビブには損傷はなかった。右主翼は胴体部から分離しており、エンジンも4機とも主翼から脱落していた。また、滑走路 33R の第14番、第15番、第18番侵入塔が、 事故により損傷した。DC-8 のコックピット、写真右のスロットル前方についているのが、リバースレバー事故機のスロットルは、第1エンジン、第2エンジン、第3エンジンが出力全開位置に、第4エンジンがアイドル位置にあった。さらに第4エンジンのリバースレバーは作動位置にあり、右へ90度折れ曲がっていた。スポイラーは、アーム位置にあり、 フラップは50度まで展開されていた。また、自動操縦のスイッチはオフの状態だった。事故後、副操縦士及び航空機関士には事故によるもの以外の心身の異常はなかった。しかし、機長には精神的な変調が見られた。また、関係者などの証言から機長の精神的な変調が以前からあったことが判明した。1976年秋頃から 自信喪失のような思考が現れ、友人との接触も少なくなっていた。また、この頃から幻覚も見始めた。関係者は、機長は明るい性格だったが1977年頃から口数が減り、陰気な感じになったという。また、同僚にノイローゼを疑われたりしていた。1978年には、家族にも不可解な行動をするようになり、翌年に姉に、 自分は日本人ではないと真剣に相談したりもしていた。1980年頃から幻聴の症状が現れ、10月頃からは体調不良に陥り、乗務を取りやめることもあった。11月には荒いブレーキ操作や旋回操作の遅れによる飛行経路の逸脱、水力不足状態での着陸復興などのことをしたため、上司から乗務予定を取り消されている。 この出来事のおよそ10日後、機長は精神科を受診し、うつ病、または心身症と診断された。このため、日本航空は機長を業務から外し、療養するように促した。治療を継続した後、1981年4月から国内線の副操縦士として職場復帰した。日本航空は機長のうつ病は治ったと認識していたが、4月8日、 時点で、機長は病院から打つ状態と診断されていた。同年10月6日、医師は機長について自律神経症で抑うつ状態だが、飛行観察時にはこれらの症状は見られず、機長として乗務しても問題はないと思われるとの意見書を日本航空に送付した。そのため11月からは機長業務に復帰したが、妻は以前と変わらない状態で不安だと話した。 また、事故直前には、ソ連が日本を破壊させるために、日本を二杯に分断し、血生臭い戦闘をさせているんだなどの強い信念を抱くまでに至っていた。事故当日の350便の乗務中には、敵に捕まって残忍な方法で殺されるよりも、自分から先に死んだ方がましだという妄想を抱くに、至り、しばらく恐怖に震えた後に現実に戻るという、精神状態にあった。 350便が200フィート以下に降下した後、突然、イネ、ねね」という言葉が、機長の頭全体に響き渡ったという。これは、され、死ね、行ってしまえといった意味と思われるが、機長は、山彦のように聞こえる、お前も行くんだ、行くんだという幻聴に引きつけられるような気分となり、手動操作に切り替え操縦桿を押し込み、エンジンを逆噴射させた。 航空機関士が直ちに機長のこの異常操作に気づき、機長の右手を叩いて止めさせ、リバースレバーを戻した。副操縦士は機種が急に下がったことに気づき、反射的に操縦桿を引き起こそうとしたが、機長が操縦桿を押し込む力が強く、引き起こすことができなかった。そのため副操縦士が、キャプテン、やめてくださいと叫ぶと、機長は操縦桿への力を緩めた。 しかし、ミニバムのコールアウトからたった数秒間の異常操作であっても、気を海面に叩きつけるには十分であり、直後の8時44分7秒、350便は滑走路進入端から510メートル手前の東京湾に墜落した。機長は、事故前日、事故時と同じ乗員で、羽田発福岡空港行き JAL377 便に乗務しているが、 その際も異常な行動が見られた。管制官は377便に対して滑走路に侵入して待機せよと指示した。しかし機長は管制許可は来ているねと言いながらスロットルを操作しようとした。これは副操縦士と航空機関士によって止められた。377便は20時13分に羽田空港の滑走路04から離陸し、右旋回を開始した。 機長はこの時、70度近いバンク角で旋回を行った。そのため機体は内側にスリップし、15秒で800フィートほど降下した。また、待機速度は252ノットから311ノットまで増加した。副操縦士は、機体が異常なほど傾いていることに気づき、修正操作を行った。機体の姿勢を修正した後、副操縦士は機長に、キャプテン。 大丈夫ですかと聞いた。これに対して機長は落ち着いた様子で大丈夫ですと答えた。また、福岡空港に着陸し後期するとき、機長は副操縦士にお見事と言った。この操縦で乗客からのクレームもあったが、副操縦士が会社に対して報告を行っていなかったため、目殺される結果となった。その理由として、日本航空において機長は管理職であり、 副操縦士は評価をされる側であり、言いにくかったなどが考えられている。福岡空港を離陸する前の内部点検中、副操縦士は前夜のことについて、航空機関士に放っておけば90度くらいまで行ってたかもしれないと漏らしていた。副操縦士は一時的な三半期間の狂いだろう。航空機関士はなんととろいキャプテンなんだと感じたという。パイロットたちの技量や、 睡眠時間などは事故に関与しなかったと結論付けられた。報告書では着陸侵入中の低高度で機長が操縦桿を押し逆噴射装置を作動させたことが原因と認められた。また一連の機長の行動は精神変調によるものだと認められた。報告書では機長は精神分裂症であり機長としての乗務を行えるような状態ではなかったと述べられた。 また、機長からの聞き取りや状況などから、墜落の42秒前から、機長の心身状態が著しく悪くなったと推定された。DC-8 は、1950年代後半に開発されたジェット旅客機の黎明機の機体である。同機では飛行中に、急激な降下などを行う際に逆噴射装置が使用できるように設計されていた。ただし、 飛行中に脚噴射できるのは内側の第2エンジンと第3エンジンのみであった。機長は業務上過失致死罪により逮捕となったが、精神鑑定により妄想性精神分裂病と診断され、心身喪失の状態にあったとして、検察により不起訴処分となった。機長は精神衛生法に基づき、東京都立松沢病院に措置入院となり、約1年後に、 ジャルを解雇された。航空法第75条で、機長は事故の発生時に乗客の救助を率先して行う、容疑無付けられているが、350便の機長はそれらの職責を放棄し、乗客に紛れて脱出した。当初、機長死亡という誤報が流れていたが、その後、真っ先にボートで救出される機長の姿が報道され、厳しい批判を浴びた。その後、 機長が精神分裂症であることが判明すると、そのような機長に乗務させていた日本航空の姿勢が安全軽視として厳しく批判された。本事故以降、本事故と類似の事故の再発防止策として1984年6月27日に航空機の乗務員の健康を向上させるための医療機関である財団法人航空医学研究センターが設立された。 事故後、現在の羽田空港第3ターミナルの西側にあたる、カンパチ通り沿いに、本事故の慰霊品が混流されている。2020年現在、日本航空の350便は、欠番となっている。逆噴射や、心身症のほか、副操縦士が叫んだ、キャプテン、やめてください、は、当時の流行語になった。以下は、本事故同様にファイロットが、 意図的な操縦で墜落させた疑いがある事故。ありがとうございます。